にちは、チークラボのシンです。今回は偏光板の実験です。袋の中に入っているのは偏光板の貼ってある紙コップ、透明の板、セロテープです。それでは早速始めましょう。まずはじめに透明の板にセロテープを貼ります。この時、縦とか横とかいろいろな方向にセロテープを貼るのがコツです。たくさん貼ったら紙コップに挟んであげてください。そしてくるくる回転させながら家の電気を見てみましょう。どう見えましたか？そう、不思議な模様が見えますね。自然の光はいろいろな方向に振動する波からできています。特定方向にのみ振動する光を直線偏光と呼びます。偏光板はこの直線偏光を通過させるものです。このため2枚の偏光板の偏光方向を直交させて重ねると光が透過できなくなり、不思議な模様になって見えるのです。偏光板で直接太陽を覗くと目を傷つけてしまうので気をつけてください。チークボックスにはフラッシュカード、塗り絵、絵本も入っています。今回から英語で絵本の読み聞かせを動画で見れるようになりました。楽しんでくださいね。チークラボのシンでした。 See you again! チークボックス!